どうもすみません愛知杯の結果分析です1着アートハウス2着アイコンテイラー3着マリアエレーナでしたいや本当競馬にならなかったですね一体一体でマリアエレーナアートハウスアイコンテイラーアブレイズこの4頭しか競馬に参加できないっていう本当の本当の極端な競馬ですねもう本当先週は京成杯も日経新春杯もこの愛知杯もまバ、あ、バが渋ったことによってトリッキーな競馬になって でまあどのレースも競馬が分割されて別の競馬に参加してるようなそういったようなレースになってしまったんですが特にこの愛知藩なんかはもっと極端で、まあ、2分割されてて前の4頭とそれ以外の馬たちっていうもう全く別の競馬してるようなもんですね。まああのヨーロッパの方の競馬でたまに内立ち沿いに馬群があって外立ち沿いに馬群があってみたいな感じで。 片方のにしか競馬に参加できななないいいよよようううそそそっったたレースありますよねそれに近いですねねれれにに近でででが縦に変わっただけで、まあ、でも僕も反省点がいくつかあってまず馬場読みですねうちの方が荒れてると思ってたんですが荒れてはいるんだけれども打ち通った方が有利っていうような馬場になりましたしその理由としては雨がそこまで極端には降らなかったというか降ってるんだけれどもやっぱ中途半端で、まあ、いつも言うんですが中途半端な渋った馬場になると。 競馬にならないとかおかしなトリッキーな展開になることが多いっていうふうに言ってる通りまあ今回なんかもそうで例えば水が浮くような不良馬場まで行けばまだもうちょっと自力勝負になってた可能性はあったんですがまあ本当に先行馬を選ぶか追い込み馬を選ぶかこの2択でまず間違ってるんですよね。でまあホーイクセルルビーカサブランカアイコンテーラーこの3択で迷ってましたんで。 アイコンテーラーにすればよかったなっていうふうに思いましたしもうそれはあの直線だけじゃなくてもう道中の時点であこれはもう追い込みもダメだわっていうふうに思いましたしホーイクセルなんかはスタート直後に外からアブレイズが遮光してきてまあアブレイズの荻野清向衆制裁を受けてるんですけれどもそれで遮光してきたことによって狭くなってホーイクセル挟まれて そこで引っかかってパニックになって折り合いも書いて全然足がたまらないずっと外も回ってるっていうような感じでしたしまあでもこの展開だったらもし折り合いがついて馬群の中にいたとしても4ク x l 全然させないですしというかあの今回ぐらいの競馬にまとめきった場合だとアートハウスがあれぐらい走ると。 例えば後ろからディープインパクトとかオールフェーブルが追い込んだとしても勝てるかどうかわからないぐらいそれぐらいな極端な展開なんですよね。それで今回レース前に判断しきれなかったことが一つあって、まあ、アートハウスのことなんですが、まあ、ここの判断もできてなかったっていうところを、まあ、これでもうアートハウスについてはある程度分かったんですけれどもレース前に分かるべきだったなっていうところで、まあ、レース前に アートハウスは多分左回りの方が得意だろうとは言ってたんですが、まあ、今回の雰囲気で左回りでどうかだとかいろいろ止まらないかだとか不安点が出てたんですがレース内容を見た感じだとこのアートハウスって休み明け1回使った後とかそういうことうんぬんよりももっと大きいのは右回り左回りかなと思いました左回りだったら多分ある程度安定すると思います まあたただだそれだけじゃなくて仕上がりも良かったですね。パドックで上位仕事には挙げてましたし、まあ、やっぱり展開有利でしかもあの左回りで乗りやすかったっていうことを考えるとこれだけの圧勝、まあ他の馬たちはもう全部自滅,自滅してるようなもんですから、まあ、アートハウスがこれだけ引き離して毎回勝てるほど抜けて強いというわけではないんですが、まあ、ただあのやっぱり何というかアートハウスもある程度この条件があって。 っていう中で仕上がりも良くて自分の力を出してその分着差がついてさらに後続の馬たちが全く競馬してないっていうような感じですね。こちらは勝ち時計と道中の細かいラップです。まあ勝ち時計に関してもペースに関しても荒れた馬場で重馬場なんでっていうふうに考えると、まあ1000メートルの数が1分3秒級1分4秒ぐらい。 まあ荒れてて思うババだったらこれでもスローではあっても極端なスローではないのかなっていうふうに思いたいところなんですがただまあ実際に見た感じだとなんか走りにくいっていうようなババでもないんですよね。ですからこの1分3秒9っていうのはドスローだったと思いますね。それで 1,000m が1分3秒9で勝ち時計が1分3秒1なわけですから後半 1,000m は1分切って まあ59秒台前半でで上がってるわけですよねとなると後ろから追い込む馬たちっていうのは58秒ジャスト前後ぐらいで追い込まないと勝ち負けに加われないっていうところでまだ馬場のいい両馬場とかだったらそれぐらいで上がれる可能性はあるんですけれどもまあこれだけ馬場が渋ってて荒れててっていう中でうんしんどいですよね。あの 先行勢たちがまとめるってていうことに関してはそこまでで影響しないんですよねそれは先行した馬たちに関してはもうスムーズに前目から加速してるわけじゃないですかそれに対して後方から追い込む馬たちは先行勢のペースに合わせながら飲まれながら競馬してさらに直線で一気に前の馬たち加速しててそれを馬場悪い中で追いつかなきゃいけないだとか。 ももううう相当しんどいといとかもう見たままですね要するに最初に言った通り全く競馬にならならいとおりですからそういう展開に持ち込んだわけですから逃げたアあぶれず荻野アム騎士は逃げのペースメイクがうまかったかというとまあそういうわけではなくて逆にうまくないぐらいであのー、まあたまに言うんですけれどもドスローに落として後半勝負っていうふうにすると。 逃げ馬も勝ちにくくなることが多いんですよね、まあ、それはあの逃げ馬っていうのはなるべくベースメイクで後続を苦しめなきゃいけないんですがアブレイズ自体がですね本当にその後半 1,000m とかをすごい速い上がりとかでもうグイグイ能力で押し切るぐらいそれぐらい能力が抜けてるとか後半まとめやすいような馬だったらわかるんですけれども結局前半ドスローに落としたことによって自分も後半。 1000m 800m を早く上がらななきゃいけないけんですよね。まあ、しかも今回馬場が渋ってたり荒れてたりしてる中でっていうところで、まあ、例えばもっと前半からペース流して、まあ、ハイペースでもいいぐらいで大逃げっていうような形でそれで、まあ、後半も大胆に仕掛けていってっていうような馬場が渋ってて後続の馬たちが追い込みにくい。 中でそういうふうにギリギリの勝負に持ち込んだら逃げ馬が有利になって他が苦しむっていうことはありえるんですが今回に関しては確かに後ろの追い込み馬たちはしんどかったんですがアブレイズの直後でついてきててきたた先行馬たちにとっては楽ななペースなんですよねであの後半その59秒台前半ぐらいで上がってるまあこれはアートハウスがだいたい上がった時計になるんですが。 これに関ししててなんんんででですすすが、あのー、やっっぱりね、ね。逃げ馬ってしんどいんですよ、ね、目標にされちゃうっていうところがあってだからこそ逃げ馬っていうのは逃げ馬が得意な逃げ馬が有利な展開に持ち込まなきゃいけないっていうところがあって今回の「アブレイズ」の逃げっていうのは結局はその一部の馬たちは苦しんでるんだけれども。 先行してるアブレイズ直後にいる先行勢の馬たちに関しては楽なペースでアブレイズをいいラビットというかペースメーカーとして目標にしてスッと抜け出すだけでいいっていうそういう展開になってるんですよね。ですからアブレイズはその掲示板を狙うということだったらこういう競馬でもいいこういうペースメイクでもいいんですけれども勝ち切るということになるとこういうペースメイクしてたら まず100%勝てないっていうようなペースメイクしてるんですよねそれでは右の方から1投ずついきます里野セシル里野セシルは中段の内面にいたんですけれどもまあ、ルメール騎士も前残りになりそうだということでうちの方から仕掛けてはいってるんですけれども結局はもうやっぱり、まあ、仕掛けて早めにしようが前が断然有利っていうことなんで差が詰められないっていうところがあって まあそれなりの競馬はしてるんですが直線伸びあぐねてるっていうような感じではありますね。ババも苦しんだっていうような感じで、まあ、先行勢たちよりもやっぱ追い込む,追い込む馬たちの方がババはババに苦しめられるっていうような感じでもありましたしあとは里のシ,シル自体やっぱり追い切りの気配があんまり良くなかったみたいに少し調子落ちしてましたね。ああまり体もも使えててななかかっったたででですしキレのある動ききーナ マリア・エレーナは、まあ、やっぱりいい頃と比べると少しキレが足りないような馬体なんでまあこういう馬体だったらスピードと能力はあるんで 1,800m ぐらいの小回りコース馬場がいいとか開幕種みたいなそういうような感じだったらいい競馬しやすいかなというようなところはあるんですが、まあ、今回はやっぱ馬場が渋ってたりだとかあとはやっぱりそのマリア・エレーナも。 有利な先行勢にいたとはいえちょっとやっぱりその逃げ馬の後ろにいたりなんかして4コーナーから直線向くところあそこで多少その馬群の中からビュッと伸びるみたいなそういうような足の使い方をしないとちょっと勝ち負け加われないかなというようなところがあってとなってくると今のマリア・エレーナはそこまでの瞬発力も器用な小足もないので。 まあ例えばポジション取り的にアートハウスとポジション取りが逆でマリア・イレーナが外からスムーズに加速するとかそういったような形だったらもう少し差は縮まってたり勝ててた可能性まであったかなというようなところなんですがアートハウスアートハウスはまあ上位仕事には挙げてたぐらいそれぐらい仕上がりが良くてバランスも良くて思ってたよりもタメが利く馬体でもありましたんで。 あとはそうですねあの追い切りの時に見せてたちょっとあの何て言うか気象的に難しいところが出るとかあの実際に週荷賞ではばったり止まってるわけですからまあそういう不安があった中で、まあ、結局は全く問題なかったですしまあいい頃のアートハウスでレースセンス良くて手応えもよく、まあ、能力の高さスピード能力で押し切ったっていうような感じでもありますよね。 でまあ余裕があったっていうのもあるんですが川田騎は一番馬場のいい外に出してっていうようなその競馬であの、まあ、ただ一本上しで押し切ったわけではなくて、まあ、外に出してそこから脚力で伸びるそういったような余裕というかあの瞬発力もある程度見せたっていうような、まあ、本当に完璧なレースなんですが、まあ、ただ結局はあのレースの質のレベルが低いというか。 前の4頭だけで競馬してるわけであって後続からのプレッシャーもないわけですしもうアートハウスはもうなんか楽な競馬をして自分の競馬がもうほぼ100に近いぐらいできたっていうような感じなのでまあやっぱり条件とかいろいろ変わってくるともちろん不安は出てくるとは思うんですがただ最初に言った通りありアートハウスに関しては。 休み明けがいいと思ってて2戦目はあんまり良くないかもしれないとか思ってたりあとは今回に関しても追い切りの気配なんかで、まあ、多少気難しいところが出てもおかしくないようなそういう仕草さもありましたんでというのとあとはそうですね動,動きが大きすぎる後ろ足が、あのー、ちょっと勢いよく上がりすぎるっていうような無駄な動きがちょっと出,出ちゃうっていうところがありましたんで。 溜めが効くのかとかいろいろあったんですがただそれに関してはまあ最初に言ったみたいにこのまあ多分右回りだと安定性を欠くタイプかなと思いますんで左回りだと比較的安定すると思います美人美人はまあちょっと後ろ足にもうちょっとボリュームあって余裕があって欲しいぐらい重さが欲しいかなと思ったんですけれどもまあでも ある程度いい仕上がりでやっぱりあある程度いい馬ではありますねでこの馬、ま、主の鬼の可能性があるというふうには言ってたんですが、まあ、やっぱりうまいですね主不良馬場は多分うまいですし直線の走りなんかも良かったので、まあ、あの馬場がうまい下手関係ない競馬なんでもう美人の位置からだったらまず追い込めないっていうようなレースでもありましたし。 まあやっぱりここのメンバーに入るとその総合的な能力とスピードっていうところで劣る部分もある馬体でもありましたんでまあやっぱりポジション取りとか立ち回りっていうところで有利さが出ないとさすがに上位まで食い込むのは難しかったかなっていうようなところあとはポジションが悪くなってっていうところはありますね。エリカ・ビータエリカ・ビータはこのままなりによくはなってきてるんですけれども。 やっぱりその一瞬の動きでパンとした動きができそうな力強さとかそういった俊敏性みたいなものはまだ感じられないので、まあ、例えば、まあ、本当に綺麗ななババアでペースが流れやすい1008前後ぐらいとか、まあ、マイルでもいいんですがその辺とかだったら構想できる範疇にはなってきたかなというようなところはありますね。は 馬体面かかなりり仕上がり良かったです、ね、まあ,あの馬体の形とか気配だけだったら絶好調でした。まあ、ただやっぱり気象的に若い部分があってあの、まあ、外からアブレイズ荻の極む機種が遮光してきてそのせいで馬群がごちゃっとして挟まれてあの接触があってホーイクセルそこで、まあ、気象的に難しさというかあの引っかかるような感じが出てしまって、まあ、それでさらに。 内に入れられらなかったんで道中も外外回ってっていうような全然タメも効か,かないまま、まあ、本当に何というか、ま、全く競馬しないまま終わっちゃったっていうところもありますしあとは、まあ、バグの中入れられたりなんかしてタメが効いたとしても今回の展開ではもう全然追い込めないので、まあ、とにかく、あのーまあ、悪いものが全て重,重なったっていうようなレースですね。 まあでも馬体面からほ本当にすごい良くなってますしあとは馬場に関してもこの馬多分うまいと思いますねですからあの雰囲気的にも主不良馬場で、まあ、溜めが効くようなレース追い込みが効くような競馬だったらそういう時でも面白いかなと思いますね。ラブユーライブラブユーライブはまあ特によくも悪くもないっていう仕上がりで。 ま、この馬に関してもまあ後方から追い込むっていうことが全くできないような、競馬に参加できないような競馬で終わったっていうような内容ですね。アンドバラナウトアンドバラナウトは思ってたよりも仕上がり良くなかったですね。馬体とか動きが緩くて、ちょっと体幹がしっかりしてないような感じでしたし。まあ、このまま後方からになってまあ、それで全然追い込み。なんか効かないような展開でもあって、まあ、ババも。 あんまり合わなかったかなないうようよ内容ではありますね、まあ、ただあのもっと先行すると思ってたんですが全然スタート直後もあんまり生かす気はなかったかなというようなもう折り合いつけて次につながるようなそういったような競馬がまずしたかったのかなというような内容ですね。サンテローズ,サンテローズはマイナス14キロぐらいでしたっけ大幅馬体減で、まあ、やっぱりちょっと後ろ足のボリュームなんかがちょっと寂しいというか。 出来、まあ、としては8部あるかどうかぐらいではあったんですが、まあ、ただこの馬,馬っぷりがいいですねですから横の並びここの横の並びではあれだけ目立つわけですから調子のいい状態でそれで馬場とか展開が噛み合えば普通に有力馬かなっていうようなルビー・カサブランカルビー・カサブランカはかなり出来は良かったですね。まあ、ただとににかかくこの馬は後方からになって 途中外からまくり気味にポジションを上げたんですけれどもでも今回の展開はもう後半ラスト 1,000m800m ぐらいからはコーナーからペースを上げていってるんで、まあ、打ち通ってた先行馬たちの方が断然有利の中で外回ってまくり切るっていうのは難しい展開なんですよね。まだそのペースが上がりきらなかったらまくり切れるんですがちょっと今回59秒台前半ぐらいで上がってる先行馬たちを。 後ろからまくって追い込むっていうのは不可能だったかなっていうのはそういうババと展開の質でルージュエバイユルージュエバイユはまあ仕上がり良くて馬っぷりもいいですねただレース前にも言った通り後ろの付け根周りの入り方が浅くてとなるとこの馬っていうのはやっぱりある程度縦の動きですねバネで走らなきゃいけないところがあるんで こういういババが悪いと距離が持ちにくくなっちゃうっていうところがあって、まあ、ちょっとスタート直後挟まれて後方からになってっていうような形でポジションが悪くはなったんですが、まあ、ただ展開が向いても今回のババだとちょっとルージュエバイバーオ距離しんどかったんじゃないかなっていうふうに思うところはありますね。まあ、ただあの全然 2,000m こなせないわけではなくて綺麗なババでバネを利かせて走れるババだったらこなすと思います。 アイコンテーラーはまあ人気ないわけですから別に二等軸三等軸でもいいっちゃいいのでそういう買い方をすればっていうところなんですがまあ,あの基本的にはそういう買い方はなるべくしないので,で、まあ、とにかくそうですね 先行有利か追い込み有利かっていうところでもうろに逆が出ちゃったっていうような感じでもありますしまあそれがババだけじゃなくてもうレース展開的にアブレイズの逃げがアブレイズ自体も得はしないのにドスローに落として後半ロングスパートっていうような感じでただのペースメーカーででもアブレイズはは後方の追いい込み馬は苦しめたっていう感じですよねでアイコンテーラーは前で流れに乗っていい競馬しやすかったですし。 やっぱ仕上がり良くて、まあ、本当に馬体いいですし、あのー、以前は華奢なイメージがあったんですが、まあ、本当にバランスも良くなって、まあ、苦しくなると持たれるうちに持たれるところ最近出てたんですがその辺なんかもだいぶ解消はしてたんじゃないかなっていうふうに思いますね。ですから決してフロックではないですし展開有利もあったんですが基本的にやっぱ先行馬っていうのは。 展開有利に持ち込みやすすい客室もありますので、まあ、菱田騎手みたいに上手いジョッキーが乗り続ければまたチャンスあるんじゃないかなと思いますし亀田騎手も丁寧である程度それなりに乗れるジョッキーでまあ菱田騎手ほどではないんですがあの戦闘力20代半ば前後ぐらいはあるジョッキーなんで亀田騎手がこのまま。 成長段階の時にある程度そのそ育てたというか、いい競馬させたっていうのも貢献度はあるかなと思いますね。リアアメリアリアアメリアはまあさすがに限界な部分もあるんですが、まあ、ただあの馬体面はそこまで悪くはないので、ちょっとその緩急のある競馬ができなくなってますので、短距離に転向して10004回線にを使って。 もうなるべくワンペースな競馬していったら対応できる可能性なくはないと思いますんでちょっと短距離試してみたらどうかなと思いますアアブレイズアブレイズに関しては、まあ、さっきから言ってる通り、まあ、前半ドスローに落としすぎててとなるとやっぱ逃げ馬も勝ち切るのが難しい展開になってしまうんですよね。で、まあ、後続の追い込み馬たちは苦しめて絶望的な展開作って、まあ、バブも 味方につけてっていうことはできたんですが、結局は他の1 0 0たちにとってはいい目標なんですよね。アブレイズ以外の1 0 0たちがすごい楽ができたっていうような内容ではありますね。で、まあ、このままずぶくて武器を加速に時間がかかるって言うようなタイプなんでまあ、こういうような積極策かどっかで背面戦闘とかまくるとかが合うかなと思うんですけれども。